河野ゆりアは日本の女優、タレントである、神奈川県横須賀市出身、ミルニアムプロ所属。明治学院大学在学中にミニスカポリス正規メンバーとしてアイドルデビューし、解決。トロピカル丸のメンバーとしての活動を経てソロ活動に転身。自ら企画した個人撮影会の開催やライブへの出演を重ねる。現在は舞台やドラマ。 NHK の昼情報番組や人気コメディ番組、ライフへの出演等、マルチに活動。特に、横浜市を走る新交通システム、シーサイドラインのプロモーションガールとして2017年から大活躍を続けている。2019年4月より、自身の作詞作曲した曲が、駅の発車メロディに採用されている。神奈川県警や消防団から移植を受け、 防犯 PR やついたち消防団長などの公的 PR も行っている。また、メディアミックス人気作品、獣フレンズシリーズにおいては、アニメ、獣フレンズでは、インド像を、そして舞台、獣フレンズでは、オーフラミンゴを演じており、人気を博している。学生時代のチアリーディング経験から、運動能力が非常に優れており、体が非常に柔らかい。子供好き。 2010年、2011年、2011年、2011年、2012年、2013年、2013年、2014年、2015年、2015年、2015年 2016, 年2016年、2017年、2018年、2019年。ありがとうございます。